ギラン県は台湾北東部に位置する県。台湾語ではギーランと読まれる。海岸沿いまで山地が迫る地勢が交通の大きな障害となっていたが、2006年、北よ高速道路の雪山トンネルが開通し、台北市内と30分で結ばれるようになった。県政府所在地はギラン市。乱陽系3方を山に囲まれた乱洋平野を、 中心として形成されている。乱用系の中積作用により形成された平野であり、肥沃な土壌が広がり農業が盛んである。ラン県の北部は、日北市の三木良区、総計区、坪林区、カラスライ区に接しており、現在北よ、高速航路により連絡され、交通の利便性が大幅に向上している。県南の南沖号は山岳地帯であり、 カレン県とは、ソハナコーロで結ばれている。県西市は、中央山脈の雪山、大鳩塗狩山などの山脈により、桃園市復興区、新築県、戸狩市号、台中市和平区と隣接している。県人口は、ギラン市を中心とする、ラトーチンに集中しており、政治、経済の中心を形成している。気候の特徴としては、タウが挙げられる。台湾では、 畜風乱雨と言われ、新区では風、ギランでは雨が多いことを表した言葉である。特に冬の北東からの季節風の時期には数ヶ月にわたりぐずついた天気になることも珍しくない。ギランとは台湾原住民平螺保族の中の一群であるクバラン族が広く住んでいた地域で、1632年にはクバラン族が歴史資料に登場している。 台湾語音でハマグリコナンの地にメランと当てられた。新書はギランは諸螺県の管轄に置かれていた。その後昇華圏、淡水町と管轄が変更されたが、新朝政府は名義上の管轄を定めたに過ぎず、管理を派遣することはなかった。そのため海賊の拠点となっており、当時の台湾地府であった妖呈理より、再三にわたる行政区設置の要請を受け、 1810年に、ようやくメラン町が設けられるに至った。行政が整備される以前であっても、多くの肝心によりこの地への入植が試みられている。1768年、林関西がメランを訪問したが殺害されるという事件が発生している。1796年には、ごいさごがカを利用し配らん族から土地を奪い、乱洋平野に入植を開始した。 漢人が入植してから後、原野と森林地区での開墾が進行し、狩猟を中心にしていた平良保族の生活基盤が失われ、漢人と通婚、混血し、その独自性が失われた。同化を良しとしなかった一部は南に移住し、今でも可憐献身者にクバラン族の独自性を保つ集落を残している。1895年に日本領になると、 日本政府によりメラン市庁舎が設置され、台北県の管轄にとなる。1897年には、独立したメラン庁が設置され、政府主導による農業改良が図られた。それまで個人によって維持管理されていた灌溉施設に水利組合を設置し、積極的な設備投資を実施し、農業の大幅な発展が見られた。1945年に、 中華民国政府により、議論権が設置され現在に至る。中華民国政府による開発が遅れたため、反国民党感情が強く、台湾語が根強く使われている。また、かつての当該の中心人物、現在の民主進歩党の幹部になる人材を多く、輩出している。高中、公職以下の教育機関は、株行政区域の項目を、参照国道5号、 昇位水高速航路亀山と太平山国家、森林遊楽区。ありがとうございます。